オルドック館は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあですね、なんか今日、いきなりなんですけれども、ガチャが実装されたんですよ。はい。まあ、こちらの方なんですけれども、七夕限定のガチャですね。まあ、これが実装されましたんで、早速こちらの方、まあ、回してみようかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ僕今回ですね、勲章をめっちゃ取ってあるんですよね。勲章85個プラスの金券が5800金券ありますので、めっちゃ回せるんですよね。はい、何十連回せるんかな。5800金券でだいたい70連だろう。70連プラスの85連ですね。はい、まあなんでだいたい150連ぐらいですね、今回俺回せると。はい、そういう風になってますね。で、まあ一応10連が、そっか、勲章消費10個じゃなくて9個なんで170連か。うん、今回170連回せると、結構、うまいっすね。取っといてよかった。ちょっとスクショも取っとこう。まあ、これじゃ、まあ、回せるっていう感じになってます。で、確率がまあ、このような具合ですね。はい。まあ、新しい服とかが入ってます。服とかマントですね。これいいですね。服、まあね、変な服じゃなかったら普通に僕入っとって嬉しいんで、いいかなと思います。あと、パラシュート。新しい金枠のパラシュートも入ってますね。これ性能高かったらいいですね。車両のですね、確率とかも、まあ、0.05% ですけれど、まあ、最近の、まあ、栄光勲章のガチャの中では結構優秀な方かなというふうに思います。車両確率全部合わせましたら 0.3% ありますんで、まあ、まんちゃんエヴァンゲリオンコラボよりも、まあ、こっちの方がまあ優秀かもしれないっていうね、まあそのレベルとなってますね。はい。金枠確率で全て合計すると 1.4% ですね。はい。金枠確率で全て合計して 1.4% ですので、まあ悪くないのかなというふうに思いますね。この 3% がちょっと高すぎるかな。まあ新規なんでいいでしょう、 3% でも。はい。キャンパラとかじゃなかったら、まあ 3% でもいいかなというふうに思いますね。はい。で、新しく新規で、まあ10スキンの方も追加されているというわけですね。はい。重機スキンの方もちょっと一回見ましょうかね。新しいやつが、まあ、こちらの16物資限定のオレンジ枠ですね。これあれだな、去年のあの重機スキンのコンテストで出ていた銃ですね。はい、懐かしいですね。これめっちゃいい見た目だなっていう風に思っていて、まあ、ずっと見てたんですが、まあ案の定ね、こうやって採用されるというですね、運びになりましたね。懐かしいっすよね。第1回の重機スキンコンテスト結構良かったんですけれど、第2回はなんであんな感じになっちゃったのかみたいな風に思ってます。まあでもいいですね。これ名前もそのままね、星月夜で実装されてますんで、まあいいなと思います。あの時まとめてましたからね、僕。うん、覚えてますよ、本当に。うん。で、あとは、まあ、めぼしいところで言うと、まあ、服スキンの方が、まあ、実装されたっていう感じです。わ、この服スキン、普通にいいな。普通にこれセットとして欲しくないですか、セットで。うん。いい感じの服スキン。あと、これも一応ね、新規の服。あ、どっちもいいっすね、今回。すごいなんか、テーマとしてもなんか、整ってますし、いいなというふうに思いますね。はい。で、パラシュートも新しくね。このパラシュートすごいね。これで性能最強ですとか言ったらさ、マジでさ、荒野行動の、なんかそういう、ボサの大会とかやっぱ金幕で性能の良いパラシュートを皆さんつけますので、荒野じゃなくてセーラームーンになっちゃいますね、これね。まあそんな感じっすわ。はい、どんな感じだよな。とりあえずね、回していこうかなと、はい、いう風に思います。まあね、今回はまあさすがに栄光のガチャなんで10連で回した方がお得ですから、まあ10連で回していこうかなという風に思います。いつも通りね、単発&引退宣言、単発じゃないわ、引退宣言当たるやつですね、使っていきます。荒野引退します。お疲れ様でした。頼朝は神と。はい、OK です。これを打っていって、まあ当てていこうかなと、はい、いう風に、まあ、思います。エヴァコラボは僕ね、大爆死だったんで、まあ、こちらに関してはまあ引かせていただきたいなと。はい、神引かせていただきたいなと。頼朝神の力でよろしくお願いしますという感じです。早速引いていこうと思います。なるほどですね。はい、まあまあまあ栄光なんで、そんなポン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 何かいろいろ出るとは思ってないです。お、出ましたね。はい、出ました。はい、うまい。はい、栄光、美味しい。最高。まあ、SS アカウントマジバカ強いんだけどね。これ何代目だ、金枠。4代目とか。SS アカウントマジバカ強い。いや、この、マジ、ついにジープも揃ったっていう、カートもあって、ジープもあって、船もあって、サダンもあって、バイクもあると。バカ強い。やば。ねえ、めっちゃ強い、このアカウント。あ、これで金枠車両が4代目ですね。聖芸などで金枠車両4代目と、僕も殺されるんじゃないですかね、あの、自分のリスナーさんにですね。バカ強い、マジ俺。まあ、でもやっぱ、勲章ね、取っといてよかったなっていう風に、まあ、思いますね。うん、全部取っといたんですよね、今までの。なんかあの、割引パックとかあるじゃないですか。あれに入っている勲章とかも全部取っといたんで、嬉しいなと思います。これチケットになりますね。彼の意思も拡張するから、オレンジチケットってね、もうなんか、バイクさえあれば、もう使い道ないですからね。せめてなんか、ジープでも買えれば、全然その、違うんですけれどね。うん、とりあえずこうやって、回していきましょう。はい、追加でですね。なるほど。
ティラノはいいっす。ティラノは。いや、マジで、オレンジチケットってね、ある程度、もうほんとバイクぐらいしか使い道しなくて、まあ、セランとかもあったらね、別にハンターライトとかも買う必要が、まあ、ありませんので、うん、何に使おうかな、みたいな。なんか、そろそろオレンジチケットのね、新しい使い道みたいなの欲しいっすね。まあ、拡張で使うってのが、まあ、普通なんですけれども、もう拡張か、みたいな。まあ、そういう風に、まあ、思う気持ちは、まあ、めっちゃ、ありますよね。はい、強い頭も出る金枠二つ。めっちゃうめえ、マジ。めっちゃうまい。もう揃えたいね。うん、服。服揃えたいわ。セットでさ、揃えれないから今回服。確率高いからいけないねえ。あの服普通にいいよね、今回の金枠の服。ねえ。金枠の服、あ、ちょっとごめん、場面変えますけれど。金枠の服チケット交換、あ、できないんだ。なるほど、じゃあ当てろってことか。いやー、辛い選択を僕に取らせますね、荒野行動運営さんね。なかなか取らせますね。いや、うまいな、マジで。こうやってね、いや、最高ですね、マジ。貯めといてよかった、勲章。マジで貯めといてよかった。めっちゃ嬉しい。いや、このアカウント強っ。マジで強え。ご追加してから回します。マジで強えもん。牛も出る。まあ、牛はまあ。まあまあって感じよね。マジで強えから、もうね、確率の勝利、完全にね、勝利してしまっている僕ですよ。うめえ、マジでうめえ、ほんとに。マジでうめえ。美味しすぎるね。続き回しまーす。こちらですね。はい。で、回します。はい、金幕出るー。いや、これ揃ったらいいでしょ。ボトムズとかあんまいらんからね。お、マントも出た。これ待って、俺めっちゃいい。やばー、これこのアカウント使おうかな、マジで。ねえ。まぁ、ちょっとメインアカウントは狼なんで、狼が一番可愛いですけれど。いや、このアカウントも強いなぁ。普通にこのアカウント強いんだよね。嫉妬されるレベルっすよね、マジで。普通に強いからね、やってることが。いや、楽しいっすね。こんなったら。まあ、これ、偽物やってもね、この感じやったら結構、なんか当たりそうな感じは正直ありますよね。はい。ね、結構なんか当たりそうな感じはあります。まあ、ボトムズとかはね、あの服言うて、まあ、なんか代用できるね、ボトムズとかあると思うんで、なんか闇夜みたいな感じのドレスとか、まあ、そこら辺のね、ボトムズ利用すれば、まあ、揃いますから。いや、いいっすね。いや、こんな当たったら、まあ、本当もう最高っすよね。これ以上はもうないなっていう風に。まあ、なんか思えるぐらいのあれですよね。はい。いやあ、最高。このガチャ最高。エヴァガチャじゃなくてこっち回すべきだろう。普通に。なん。これでいいやん、みたいな。そんな感じっすわ。オッケーです。まあ、こんな感じでね。まあ、今回も回していって、金枠3つですね。はい。結構美味しいですわ。わあ、早速付け替えよう、これ。ね。これで、ここつけて、ね、ドレスつければもう結構いいですかね。で、ここでも結構良くないみたいな感じっしょ。うん。ボトムズあるかな、あの闇夜の。あ、これ。いや、これでいいやんね。これで十分。良くないか。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。いや、いいね。しかもなんか、東京グルのね、このね、M27 がまたなんかいい感じになっていて、27はスカーだったから覚えてないですけれど、いい感じになっていて、うん、スカーですね。なんかいいキャラだな。ほんといいキャラだ。めっちゃいいキャラになった。ありがとうございます。荒野行動運営さん、マジ。もう感謝ですね。めっちゃ感謝。めっちゃ感謝しますわ。いやー、ジープも当たってね。最高。最高だな。うん、そんな感じですわ。はい。で、まあね、まあちょっと忘れてましたけれども、マントの方もつけてみましょうかね。こちらの新しいマント。あ、こんな感じなんだ。あ、これマントと服はね、ちょっと共存できないね。うん。このマントはこのマントで結構、なんか可愛い感じっすもんね。これつけれる？多分つけれない。あ、トーカちゃんとは共存できないっす。なんか共存できるセットないから。うん。これどうしても頭にね、なんかついちゃうんで、このマントが。難しいっすよね。うん。まあ、結構これ可愛い感じのマントだな。うん。可愛い感じの。で、マントっていう感じよりは、なんかスカーフみたいな感じの、あれですね。はい。スカーフみたいな。まあ、これはこれでね、まあ好きな人は好きなんだろうなっていう。このマスクがちょっと、なーって感じですけど、これはこれで、まあって感じ、マントですね。いや、でもやっぱ、金枠のこれ。これがね、もうほんとマジでこれバカ嬉しい。ね。めっちゃ可愛いもん、これ。ね。めっちゃ可愛い。マジで可愛いんだよなぁ。いやーいいっすね、これ。めっちゃ可愛い。ちょ、一回ちょっと通常入ってから見に行こう。うん。じゃあちょっと見ましょうかね。車はまあいいんすよ。ねえ、これ。いや、良くない？めっちゃ。いや、普通にこのアカウントも可愛くなったなぁ。自分ね、何気に服ガチ勢なんすよね。はい。結構好きで、いい服は揃えたいなっていう風に思ってますね。もう車とか、まあ、なんか重機スキンより、まあ、服が一番僕好きですかね。はい。いや、良くない？ねえ。良くないっすか、これ。めっちゃいいと思うんだけれど、可愛くないか？ねえ。
おい、マジかこいつ。いやでも、服のね、やっぱあれがいいと、モチベーションもね、上がりますよね。うん。めちゃくちゃモチベーション上がりますわ。最高。私今回のね、服が可愛すぎる。あ、マジ可愛いこれ。うん。いい感じっすよね。はい。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバしろと言われたらフォローバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリスマのライブやっておりますので、リスマの恩恵得たいなという人はそちら来てください。動画の方とコメント欄の方で、ギフトカードがもらえるようなキャンペーンやってますので、よかったら参加してみてください。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。